ちは。今回は神戸のお出かけスポットを紹介したいと思います。イエーイ、イエーイ。こちら須磨離宮公園にやってきました。イエーイ。はい、この須磨離宮公園は水族館とか動物園とは違ってちょっとマイナーなスポットにはなるんですけど、結構大きなアスレチックコースがあったり、おしゃれで美味しいカフェがあったりするので、それを紹介していきたいと思います。では早速レッツゴー。しばらく森みたいな道を歩いていきます。いりこ、お兄ちゃん今日は頑張って歩いてよ。おばけとかありそうやな。なあ、はい、坂道を抜けると噴水広場にやってきました。今日はちょっと曇りなんですけど、これ天気良かったらめっちゃ絶景なんです。うん、それより中に入ったらダメ。てっぺん頂上にあるのが、おしゃれなカフェなんですけど、スロープもあるのでバギーでも全然行けます。カレーとチキン南蛮プレートが来ました。めっちゃ美味しそう。お子様カレーにはおもちゃついてます。2個だ、はい、いただきます。揚げたて、口開けた、口開けた。一瞬やんか。もっと揚げてよ。こんな感じのコースでーす。じゃあ今からアスレチック行ってきまーす。ちーちゃんはおばあちゃんおるすまんな。ダメやね、ちーちゃんも。ちーちゃんもまだちっちゃいから無理やわ。はい、ということでお兄ちゃんと二人で行ってきまーす。でちーちゃんはおばとお留守番やで。ちーちゃんおばとして。はい、上まで登って。どっち登る？
こっちもあるで。どっち登る？こっち？こっち？こっち？頑張るのね、アミアミの方。あ、船の中みたいになってるんや、ここ。うん、頑張って登って。サッカーついていくわ。うん。海賊の、海賊船やな。よいしょ、はい、頑張ってください。お、カカ B さんやけど頑張るわ。はい、次はこの吊り橋です。はい、ここ階段登ってください。ここの水が怖い。タコの顔。でもタコの顔がない。タコの顔がない。タコの顔がない。でもタコみたいな、これ。ほら、頑張れ頑張れ。もう押さえてたん。押さえんの？はい、お魚釣りをしよう。これ紐を引っ張るんやって。うん、そう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 。はい、頑張れ。お魚見えてくるから、せーので。お魚見えた、教えてよ。お魚見えた、教えてよ。あ、タコだよ。お、見えたんじゃない？お、見えたやん、ほら。あ、タコちっちゃい。あ、魚見えた。ここで OKOK、OK、OK、これが終わり。はい、次行こう。もうすぐゴールや。おばとせいちゃんが待ってる。開業したらね。ゴール。せいちゃんやった。はい、ゴール。よく頑張りました。はい。せいちゃんも賢く待ってたみたいです。兄ちゃんどこ？アスレチック頑張ったお兄ちゃんにジュースやって。おくごくおくごくオレンジ。おくごくオレンジ。そう、おくごくオレンジにしたで。Thank you.
最高。はい、以上スマリキュー公園でした。こんな感じでめっちゃマイナースポットであるんですけど、大人も子供も楽しめるところなので、よかったらまた行ってみてください。というわけで今日も最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。また見てね。チャンネル登録してね。お願いします。